王位戦第2局に向けましてですね、お疲れのところ申し訳ないんですが、早速ですがお二方に抱負をいただければと思います。そうですね、北海道は本当毎年させていただいてますけども、まあ、非常に気候がいい時に、させていただいて、本当に将棋ファンの方も多いですし、本当に対局のやりがいのある場所だと、そういうふうに思ってます、弟子も見に来ますし、毎年のように見て来てくださるファンの方もいらっしゃいますし、本当にいい将棋を指したいなというふうに思います、まあ、やっぱり昔札幌に住んでいた、その、まあ、縁といいますかね、そういうやっぱり特別な思いもちょっとありますので、やっぱり王位挑戦決まった時から札幌でもの対局は楽しみにしていましたし、昔の子供の頃から成長した姿を、まあ、お見せしたいなっていうのもありますし、まあそうですね、まあ、どんな将棋であってもファンの方が面白いなと思っていただけるような将棋をさせればなと思います。